おはようございます。釣り子 TV です。買ったばかりのカルカッタコンクエスト DC200、 これをねデビュー戦ということで投げてきましたよ。まあね、魚も釣れたんでぜひご覧ください。指離したら止まっちゃうからね。これなんだな。これがブレーキ設定4でね、キャスコンは適当に調整して締めてるけど、不意にね途中にある枝とかにぶつかったらもちろんバックラッシュはするんだけども、特に障害がなくてね、投げた場合はコンピューターで止まってくれる。すごいね、これはすごい武器手に入れたよ。こんなん使ってみようか。ピックテールスイマーね、ピックテールスイマーアダスタのねルアーですけども、これはお腹に刺しちゃってるのかな。サイズ感としては釣れ頃なサイズだよね。止まるね。そういうもんなんだろうけどやっぱ感動っつうかすごいよね。投げる、止まる、このオートマチック感。快適だよね。まあ不意にねこいつが予想してるより先に木に引っかかったりだとか、なんだろう、まあ不得意な状況ってのもあるんだろうけど、本当こう竿をね振って曲げて投げる先に集中できるね、これはやっぱすごいよね。ね、止まる。飛ぶし。水温16度、ちょっとここは水深あるけど、あの崩落のあたりは、なんだろう、立ち木とか入ってるだろうからいけんじゃねえの。いけないかな。
NZ で寄せろ。全然そうなんだよ。デザイン、デザイン、あーむずい。出そうなんだけど、泳いでる系ダメなのかな。ディーパー結構深いんだなこれ。まあ水温はね昨日あったかかったからか、あ 16.6 度もある。よし
じゃあ再開。春の定番サスペンドミノー、こういうねやつが飛んだらいいっすよね。飛ぶわな。カエルアがね投げやすいっていうのはカルコン200のやってもらいたいとこだけど、今回38ミリっていうねスプール系になって、こういうちょっと軽め飛ばすの大変めなやつとかもすごいオートマチックに快適に投げれるようになってんじゃないかなってことで、ラトリンロブね、こんな釣り試してみてます。朝の雨の時間から結構いろいろ投げとりますが、おおむねね止まるね。16ポンドとかでこうトラブルなくね、こういうちょっと投げるのがまあ難しいっていうか、重心移動の入っていない固定重心のやつとかがトラブルなくスパンスパーンって入れられるってのはね、これ快適だよな。ちょっと使いどころどうしようっていうかね、バンタムも持ってるからと思ったけど、イカチー割になんていうのかな、小さいのからちょっと軽めから全部快適に投げれちゃうっていうのは一つね。でこうちょっと今微風で向かい風なってんだけど、これね全然ウィンドモードになってないんだけど、これぐらいの風だったらもう通常のねブレーキで全然 OK っていう。来たか、来たよ来たよ。カルコンのジャークベイトに来たー。よいしょー、カルコン。おお、春っぽい釣れ方ありがとうね。えはい、サイズはね36センチほどだけど、買ったばっかりのリールで釣れると嬉しいね。じゃあ逃がしてあげます。でね、このディーパーで
ちょっと調べながらやってるんですけど、水温はね、申し分なくて、で、こっちがね、ちょっと深めなんですよね。深いところから、あっちのね、浅いところに急激に駆け上がっていく。タックル、カルカッタコンクエスト DC200 で、19年モデル、新しい買ったばかりのやつに、ラインは16ポンドのフロロカーボンライン。そんでもって、ラトリンログで、竿はね、これね、久しぶりに使ってるんですけども、ディアモンスターのね、バリトゥード。まあ、何でも投げれるよっていうね、便利な竿なんだけど、こんな組み合わせでやってみておりまーす。よっしゃ来たよ。よっしゃ、カルカッタコンクエスト DC200 で2匹目。はい、カルカッタ2匹目箕面できましたよ。イエーイ。
ね、ちょっとドラグ出すサイズではなかったけど、ログで嬉しい一匹。このね、ほんと軽いやつが投げれるってのは武器かもしんないですね。ログとハルバス君、やっぱね、軽いのが投げれるようになったっていうことで、こういうちょっとね、面白いルアーなんかも、普段ね、ちょっと投げるの躊躇してたようなやつも投げてみようかなって気になれるから、まあすごいいいんじゃないかな。今もう無風状態で、ウィンドモードじゃなくて、ブレーキ3で投げてみております。はい、というわけで、軽かったコンクエスト DC の200ね、キャスト音が聞きたくて、早速千葉県のトズラッパラダムで投げてきてみました。まあね、非常に使いやすいリールっていうことで、で、大きめ重めのルアーですね、こういったところをカバーしてくれるなぁなんて思って買ったんですけども、なので糸はね、16ポンドのフロロカーボンラインを入れて、それでまあこうしっとりと巻けるね、マイクロモジュールギアで、まあこうスーッと巻けて、でトラブルも少なくっていうことで使ってきたんですけども、改めてスペックとしてはですね、ギア比が 4.8 対1ということで、この一巻きで57センチ巻き取れるっていう、こういったね、スペックなんですね。で、重さが 260g ということで、まあそんな軽いリールではないので、その代わり非常にこうがっちりと作り込まれていて、 DC ブレーキが入っているので、ちょっと重量級のルアーとかをこうローギアでね、しっとりと力強く巻き上げたい、また大きな魚がかかった時とかもね、しっとりとこうぐーっと巻き上げてこれる、こんなところが使いどころになってくるんじゃないかななんていうリールなんですけども、釣りの方ではね、午前中結構冷たい雨がね、降って、でそんで、まあただ雨が降っているから魚も上ずってるんじゃないかなということで、こういった NZ クローラーとかダビンチとかね、あとはね、こういう大きめの、まあね、この前手に入れたデプスのフローティング巨大バイブレーションとかね、こんなのをね試してきたんですけども、そういったルアーはね、本当にね快適にね、もうね投げれるっていうことで、午前中ただ坊主を食らっていてね、ワンバイトも出すことができなくて、これは参ったぞね。でちょっと軽いルアーというか、まあ春っぽいサスペンドミノーの釣りとかね、そういったのだったら魚出るかなということで、まあこういうバルナとかね投げ出したわけなんですけども、こういうのもね、まあ投げやすいですよね。そんなに小さいルアーではないですけど、重心移動が入っているから快適に投げれるよなぁなんて、使いやすいなんて言って投げていたんですけども、ただね、なかなか食わなくて、で最後の最後にね、もうねちょっとね、夕方も見えてきた時間ぐらいで、これね、ログこれで投げれたら結構釣れるんじゃないかなっていうことで、まあ固定重心で昔ながらのルアーで、でリップなんかもこんな感じででっかいリップがついてるんでね、ちょっとバックラッシュとかしちゃうかな、どうかななんて思って試したところですね、まあ快適に投げれるんですよね。あ、これいけんだったら釣れるななんて思ってね、ちょっと投げ進んでいたら、早速ハルバスが反応してくれたって、まあこういったことだったんですけども、でウィンドモード搭載っていうことで、向かい風の微風なんかもあったんですけど、そういうの使うのかなと思いきや、一応ねブレーキ設定、2とか3で、でキャスコンの方ね、調整するだけでね、全然バックラッシュしないでヒュイって投げれてね、で結構まあここに入ってほしいなってスポットにはスパンスパン入ったんで、で魚も、釣り上げることができた。でかけた後はね、ローギアなんで、グリグリグリって巻いてるとね、もう魚が自然に浮いてきてスポーンってね、まあちょっとサイズはねそんな大きくなかったんで、このまだドラグね、エキサイティングドラグサウンドを聞くっていうほどの魚大きさではなかったんですけども、すごいね力強い巻き上げでね、不安感なく、ファイトすることができたななんていう、まあ非常に使いやすかったなっていう印象です。で竿なんですけど、これねコンパクトになるんで、ちょっと並べてみたんですけども、久しぶりにですね、このモンスターキスのね、バリトゥードっていう竿を引っ張り出してきたんですけども、まあ何でも投げれるよっていうね、特にね重さ表記とかも書いてないんですけども、こう
ういったちょっと大きめな羽物とかビッグベイトとかから、で結果的にこういうねログとか小さいのまで快適に投げることができて、で魚かけた後はね、結構バットのパワーとか強いんで、スイスイって上がってきましたけどね。このまあ釣り竿っていうことで、まあこんなコンパクトなんでどこにでもね、シーバスとかでも使ってるし、あとはそうですね、餌の根魚カサゴ釣りでも使っているし、ブラックバスでも使っているし、まあ何でも竿なんでね、久しぶりに、こういうちょっとね丈夫めだけど、まあそこまで軽くないよっていう竿に、今回このね軽かったコンクエスト DC 乗っけたら、まあちょうどね手元にも重心が来て快適に1日投げることができたな、まあ適材適所だなというところもあって、こういうちょっと重めのルアーも行くかもな、でも軽めのルアーも投げたいっていう時はこの200番手の DC 非常にいいんじゃないかな。ただ終日を通してちょっとこういった軽めのミノを中心で、まあさらにもうちょっと小さなね、ルアーも中心に据えていきたいなんていう時は、まあ別にこれにこだわらず、軽かったコンクエスト BFS であるとか、その他のねベイトフィネスキーとかの方がもちろん使い勝手はいいんじゃないかななんていうふうには思います。ただちょっと大きめのがあるかもしれない、で中級クラスのルアーが主軸になるかもななんていう時は、この200番手の軽かった非常にいいんじゃないかななんていう風に感じました。何にしてもね、この太糸ががっつりと巻けて不安感なくですね、全部のものが投げれるっていうのが一ついいところではないかな。で16ポンドとかのゴワゴワな糸入れてるんだけど、こういったのもトラブらずに38ミリ系の音形が本当ね快適に投げることができたんで、そこら辺でどのリールを買うかとかどのリールを使うかっていうのは選んでいけばいいのかななんていう風に感じました。まあ実はですね、今回もうちょっと30分ぐらいの動画になっちゃったんで、一度まとめてみたんですけども、この後もねもう少しねサイズのいい魚とかね釣ることができたので、そちらはねまた後編ということでまとめてですねアップロードしていこうかななんていう風に考えております。何にしてもね、まあとりあえず最初使ってみた感想としては、こういう重めから中級ちょっと下ぐらいのこういう投げづらい、まあ場合によってはねバックラッシュしちゃうこともあるようなルアーなんかもすごい快適にね投げることができたよという、こういったところまでまとめて今回の動画を終わりたいと思います。というわけで、本日の釣りコー TV はね、この軽かったコンクエスト DC200 の、まあ、キャスト音と投げた感じと、まあ、魚釣った感じ、ここら辺をまとめてみました。はい、釣りコー TV でした。